こんにちは、はるです。今回は愛子様のパールネックレスの作り方をご紹介します。先日行われた春の園遊会に初めて参加された愛子様、淡いピンクのスーツがとてもお似合いでしたが、その時に身につけていらっしゃったネックレスをご覧になりましたか？4ミリほどのパールを8の字編みで仕上げたとても上品なネックレスでした。そこで今回はその愛子様のパールネックレスをほぼ忠実に再現してみました。作り方はシンプルなのでどんな方でも作れると思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。パールビーズ4ミリ209個、テグス3号160センチ、マルショービーズ2個、ボールチップ2個、マルカン2個、カニカン1個、アジャスター1本、その他に今回は接着剤も使用します。まずボールチップを取り付けます。テグスにマルショービーズを1つ通して、テグスの両端を揃えます。そしてボールチップの中から揃えたテグスを通します。ボールチップを指で閉じられるところまで閉じて、ペンチでしっかりと閉じます。これで片方のボールチップが取り付けられました。ネックレスを作っていきます。左右のテグスにそれぞれパールビーズを2つずつ通して、新たなパール一つで交差します。左右のテグスにパールを2つずつ通して、新たなパール1つで交差します。あとはもうこれを繰り返していくだけです。これなら初心者の方でも作れそうですよね。これで41段目まで出来上がったところです。もう一段作ってボールチップを取り付けます。左右のテグスにパールビーズを2つずつ通します。テグスの両端を揃えて、
ボールチップの下から通します。そして片方のテグスに丸小ビーズを一つ通します。この状態でテグスを2回結びます。結び目には接着剤を少量つけておきます。このまましばらく乾かします。接着剤が乾いたら両方のテグスでフックを挟むように持ってボールチップを指で閉じられるところまで閉じます。最後はペンチでしっかり押さえて閉じます。はみ出しているテグスをカットします。次に金具類を取り付けます。まずボールチップのフックを丸やっとこで丸めます。丸カンを開いて片方のボールチップを通して カニカンを通します。反対側にはアジャスターを取り付けます。これで愛子様のパールネックレスの完成です。どうでしょう、まさにシンプルイズベストって感じのネックレスですよね。パールで編んだ部分は35センチとチョーカーと同じサイズになっているんですが、アジャスターがあるのでネックレスとしても使用できます。スーツなどに合わせるのが定番なんだと思うんですけど、私はブルーのシャツと合わせてみました。カジュアルな服装に上品さをプラスできそうです。愛子様のようにお若い方はもちろんなんですが、ご年配の方がつけても素敵だと思うんですよね。
年齢を問わず、そしてレベルも問わず、多くの方に作っていただきたい作品です。ぜひチャレンジしてみてくださいね。